源の光行は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての政治家、文学者、歌人、源氏物語の研究者であり、河内方の創始者に位置づけられる。受影2年に経営にいた高校は、平家法であった父の元稿期の謝罪と除名嘆願のため、鎌倉に下校し、叔父のお武器帝の除名を嘆願していたいとこの幻想期と共に、源の頼朝に除名を願った。 その結果は定かではないが、頼朝にその才能を愛されて、そのブレーンとなり、鎌倉幕府が成立すると、万所の初代別当となり、朝廷と幕府との関係を円滑に運ぶために、鎌倉、京都間を往復した。一方で、幕府の交換でありながら、朝廷からも、川内守、山と守に任命され、結果として、後の上級の乱の際に挙衆を迷い、 言葉上皇方に従ってしまったが、この際も、その才能を惜しんだ人々の除名単元のおかげで、重慶を免れた。源氏物語の研究者で、源氏物語の注釈書である、水原賞の著者であり、また、河内本と呼ばれる本文を定めた。北条康時の命で、和歌書、学問書などを設置した。若宮シャウター合わせ3月3日の企画者とされており、資料には、 前山と守る15以上、源の阿蘇高校と記載されていることから、20歳代で山と守るになっていたことがわかる。諸説あるが有力なものを紹介する。ありがとうございます。